アイダホはアメリカ海軍のミシシッピ急戦艦。アイダホ州の名前が付けられたアメリカ海軍で2隻目の船である。アイダホの建造は1903年3月3日に承認され、1904年5月12日に寄港された。1905年12月9日浸水。1908年4月1日に収益した。 1908年の4月と5月はキューバへの完熟公開を行い、パナマを訪れた後フィラデルフィアに戻った。1909年2月22日、アイダホはハンプトンローズでのグレートホワイトフリートの帰還を祝う観艦式に参加した。3月、アイダホはカリブ海に戻り1910年10月までそこで活動した。1910年10月29日、アイダホは イギリスとフランスでの演習に向かった。それからの期間後、1911年3月19日から28日まで、チェサピーク湾で砲術訓練を行った。1911年5月4日にアイダホは、フィラデルフィアからルイジアナ州へ向かい、それから演習のため、フロリダ州東岸へ向かった。1918年10月27日、フィラデルフィアでアイダホは、 予備役となった。1914年5月9日、アイダホは海軍兵学校生徒を乗せて地中海への訓練航海に出発した。1914年7月30日にアイダホはニューポートニューズで退役し、同日ギリシャ海軍に引き渡された。アイダホはギリシャ海軍のレムノスとなり、第二次世界大戦中にドイツ軍によって撃沈された。ありがとうございます。